ポリエチレン詰め清涼飲料場から順にレモン味、ブドウ味、メロン味、イチゴ味とされるが果汁は入っておらず着色料以外の成分はすべて同じである。ポリエチレン詰め清涼飲料はポリエチレン製の棒状の容器に清涼飲料を充填したもので凍結させてアイスキャンディーとしても食べられる商品。棒状の部分の中央にくびれがあって凍結させた状態でここを 容器ごと折ることができるようになっている。しかしくくれを入れるようになった理由は、折りやすくするため、凍らせやすくするため、運搬時の商品保護のためと様々である。日本では1950年代後半にポリエチレンが食品容器として段階的に承認されるようになったが、成形品の容器が登場するのは少し遅れたとされており、 ポリエチレン詰め清涼飲料の登場も1960年代以降のことである。代表的な商品であったチューペットの製造開始は1975年で、当初は棒状の容器の端を噛み切って中身を吸う形であったが、その後棒の中ほどにくびれを入れて折れるようにしてヒット商品となった。現在は10社余りの中小企業が製造している。略して、 ポリ飲料と称されることがあるほか、ポリ容器入り清涼飲料水、ポリ容器清涼飲料水、ポリジュース、あるいは評価用飲料として言及されることもある。ボージュースという故障での言及もある。また、1975年から2009年まで製造されていたチューペットは代表的な商品であったため、他社が製造するものも含め、この名で言及されることがあり、さらに、 中中、中中棒、ポッキンアイス、パッキンアイス、など様々な各社商品名由来の故障がある。佐賀新聞が2021年9月に実施した読者アンケートでは、棒ジュース、棒アイス、ボンボンの順に回答数が多く、上位2件で全体の4割を占めた。佐賀県にある、当製品のメーカーは、県内の取引先とは、棒ジュース、県外の取引先とは、 ポリドリンクという名称でやり取りを行い、自社のウェブサイトでは、ージュースと表記している。ありがとうございます。